北海道の呪いの一体となります。本日の続きショップどうぞ。というところで到着しました。こちらになります。すごくないですかこれ。皆さんなんか山の中になんかあります。ただ山の中に四角いコンクリートのバスがあって、そっから水が噴水みたいに出てきてるだけだ。ねえ知ってるよ皆さん、画面の奥で踊ってるの。はなだらないで。北海道で、東京から北海道に来たんです。皆さんに見せなくて。なんとこちらの噴水の水、温泉です。まさかの無料です。さらに信じられません。これ皆さん温泉でございます。信じられませんよね。はい、全体像こんな感じになります。これ何なんですかね、一体何なんでしょうか。で見てください、この朽ち果てた屋根でしょうか。元ここになんか屋根あったんでしょうか。すごくないですかこの錆び具合。なんか廃墟好きにはちょっとたまんないですね。いやいやこれは恐ろしい。見てこの、ここやばくないですか。石質物でなんか超いい感じになってます。いやいやこれはすごい。でこっから湧いたのがこっちに垂れ流れ。見てこれ、見ます、なんか蜃気楼みたいになってるんですよ湯気で。せっかくちょっとせっかくのね、 お湯の味を見ていきましょう。うわーすごい、もうなんか尋常じゃなく塩分が濃いです。ちょっと金気っぽい香りもします。すごい塩味。いや恐ろしい。なんでこんな山奥でこんな塩味のする温泉が湧いてるんでしょうか。はい、pH は下降りして約 8.6 になります。水温は下降りして約 37.0 になります。すごいよ、もうわけわかんないよ。もうさ、ではちょっと入ってみた感じがこんな感じになります。これねちょっとね下は深くはないんですよ。すごい見てこれ、すごい。いや自然の、自然の偉大さを感じますね。見てここら辺、これ分かりますかこのロマン、この石質物で。なにこれすげーシュワシュワ、あったけー、すごいよ。見てくださいこれ、高いです。それでは歩いていきたいと思います。それでは遠くに入れて、うわー気持ちいい、気持ちいい、最高です。皆さん北海道、北海道最高です。2杯でいきます。あー気持ちいい、頑張りに行きます。見てますか画面、ちょっと皆さんポテチ食べてる場合じゃないですよ。見てください、あれ露天風呂、露天風呂があります。ただ風呂内でただの石が濃いだけじゃないんです、ちゃんとお湯が溜まってます。露天風呂です。すげー、噴水も見れて露天風呂も浸かれて、もう最高の極みですね。幸せの極みです。ということですね、あの噴水を味わった、後にですね、この下に、露天風呂が先ほどあのご紹介したと思うんですがあります。さあ行きましょう。今上半身裸なんですけども、ねやっぱねこう全然もう寒くないですよ。寒いですけど、もう温泉熱で今あったかくなってます。いやーすごい寒い、寒くないです。
てください、この大自然すごくない？なんでここにこんな塩味の強い温泉が湧いてんの？信じられません。星3つです。すげえ。見てください、これ作った方天才ですか？本当ありがとうございます。すごいね、立派です。それで入りたいなと思います。わーお、適温。あ、すごいすごい、見てください、茶褐色の湯の花が待ってます。こんな感じです。見てこれ、湯滝です。すげえ。見てこの湯量、すごい。あー、温泉の川になってる。あー、たまりません。あー、たまりません。気持ちいいです。星3つです。